有本志郎は、日本の教育者、政治家、芝浦工業大学創設者、第四代岡山県津山市長、広島県尾道市土道町出身。本生は、菅原市、伊名はよりただ、広島県尾道市土道町出身。鮮具を扱う尾道のメーカー、有本マスタロ久スエサの4、男として生まれるが、会社が廃業し3歳の時、 兄二人と共におばに引き取られる。14歳の時、家で同然に、兵庫県西宮市のおじのもとへ向かう。奉公の後、独力で、大阪天皇寺の桃山中学校に編入。しかし、長地府すに感染指導校退学。一年間兵役に服した後、検定試験で中学を卒業。兄の援助を受け1919 19年、鹿児島の第七高等学校理科校類入学。 同校を経て1925年、東京帝国大学工学部機械工学科卒業。その後同大学経済学部へ学士入学し、以降、同大学院、法学部、日本大学の唱科、文科へ入学と卒業を繰り返し、経営5つの学士号を取得した。1927年、30歳の若さで、東京府江原郡大森に、芝浦工業大学の前身、 東京高等高小学校を創設し校長に就任。見学の理念として実用的な技術と知識を合わせ持って技術立国を担う技術者、しかも高い倫理感と豊かな見識を備えた優れた技術者の育成を掲げた。同年、東京府芝区に第二校舎を開設。1937年、岡山県津山市より市長就任の依頼を受け受諾。 直前に日華事変が勃発し、当時の岡山県知事、伊藤武彦と共に出生軍人家族の救援資金集めに奔走するが、就任1ヶ月にして、地獄事件に巻き込まれ、わずか2ヶ月で辞任した。翌1938年、走行中の列車から転落し41歳でよう去った。墓所は池上本文寺。ありがとうございます。